だからゆえにっていうところありますね。ねえ。ねえ。もう。いやけどね、この大きい手上がられてもやってね、みんなで笑い合えるっていうのが3人うちのほんまいいとこですよ。そうですね、はい、すごいですね、その点みたいな、お互いを、ね、そう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 、讃え合うみたいなね。ニューヨーク出身な、あ、ポールへの応援が来てますね。すごいです。ポール次頑張れと、はい、応援が来てます。でテキサス出身じゃなくニューヨーク出身なら白持ってきてないって書かれてます。なこれ今多分皆さん条件を確認してるところですね。そうですね、最後のハンちゃんになります。ラストハンちゃん、いやーちょっとすごい、白熱ですね。白熱ですね、見せますね。ナイス仲間へし、まとめるのうまい。これありがとうございます、うん、ありがとうございます。さあね、これ気合い入れ直してますね。ロストさんはね、もうこのテンションで次の曲に早く行きたいですけど、シュウケ何またしてんねんとかわせて早いかしてくれもう俺見えないから、シュウケしてますね、俺関係ないやん、うん、勝手に消えるやめてくださいよいやけどあのスチビン闇でね、やっぱり何かを感じてるはずですからね。そう後で聞いてみましょうね。そうですね、あれだから三元杯が一個も出てないんで、さあこれはどうなるの。さあ集計が出たのかな。ポールも今気合いやってますね、確認してますね、確認中ですね、はい、俺何点取ったんですかみたいな。英語ですかあれハマッチハマッチ言ってますね、多分第3弦の値段ずっと聞いてます。ハマッチポール今確認してますね。で日本語で説明されてるんでしょうね。あずっと困ってます、うん、さあ最終6回、6半ちゃん目、さあこれでスタートです。A ブロックの出身者が、はい、出身者ですね、親はロッソさん、ドラがペイになります。最後のハンちゃんです。はい、ドキドキ、いやドキドキしますね。まさに手に汗握る、そうです ね、これ勝負になってます。でも最後のハンちゃんと取った方が、ここで条件の確認です。確認します。はい、あまたなんか三元杯のためみたいなありますよ。わほんまですね。いただきセブさん、ポールですね、はい、テキサス大三元が、サパルディゾさんはちょっと打点欲しいところ。はい、今集計ですね、集計が来ました。はい、と1位ロッソさんプラス139、2位いただきさんプラス71、サインパルティーダさんマイナス210となっています。はい、ですね、いただきさんがこれまあトップを取っても、うん、ロッソさん首があれば、ロッソさんのトップになります。はい、がいただきさんは、まあ、ワイルドカードありますので、そうですね、首あれば全然いけるところってことですね。首っていうのは4万点ってことですね。あ、そうですね、4万点ってことですね。さあいただきセブンさん。親が、お、仕掛けた。親がロッソ、うん、さあこれで、あ、まあちょロッソさんペー、まあ、一応第三弦はね、まだ仕上げてこれで流れてしまいましたね、今で、うん、でもドラ2枚泣けますもんね、ロッソさん。さあこれでテンパイサブローソー、うん、さあこれで何を切るか、3層に手をかけちゃったら危ないですね。3層はどうですね。はい、はい、ポールさんの上がりですね。はい、これあの多分感じ的にむっちゃ嫌だと思うんですね、ロッソさんは。あ、追い上げられてる相手に直接打つっていうのも。そうですね、パルティードさんの親、トン2曲、そのトン2曲、
でね、ここで大事になってくるんが、うん、パルティードさんのオヤリーが先入った場合、はい、2人がどうさばくか、ね、そうですね、ですよね、まっすぐ行ってけど、オンフォーはやっぱ結構行くと思うんですね。そうですね、まっすぐとか、もう多分全部、まあ、相手の手によりますけど、うん、ドラの方が、酸素になります。で、これね、あのいきなり花3枚で、はい、圧は完璧、圧は完璧ですね、圧は完璧です、はい、1個ずつ並べて、うん、ブリアンピーもあんこですもんね。はい。はい、あ、でもいただきます。じゃあ、花さん、あ、さん。これ、ずれてるのか、これは。これとこれずれてるな。うん、ちょっとずれてる。あ、なるほど。ってのが欲しい。また大三元みたい。あら、そうですね。今回、大三元の種多いですね。まあ、なんかね、まあ、ポールさんの方ですね。さあ、テキサス、これこのままショーシャリに持っていきたいところですけど、まあとりあえず中のハイは残してリアンソギリと、はい、一旦丸いのを切りまして、はい、うーん、が重なったりしたら、カウンス入った時だけ染めないと思いますけど、パルティードさんカウンス入りました。はい、パルティードさんでも上がりそうですね、これ。そう、あ、これでチートイツイシャンテンになりましたね。そうそう、これチートイツシャンテンだけど、リャンピンがかなと。マッソさんはちょっとあれですね。さあ、これどうする。まあ、丸く、はい、テキサス平たい小さがあんこになりましたね。ロッソさん、おっと、おっと、これでテキサスリーチ、さあチューン、テキサスリーチが入りました。チューンは倍値ですね。これは掴んだら、ね、配られる前になんとかせんと、はい、そうですね、ロッソさんもきついかなと。ロッソさんはここを早くテンパってそのまま押し切りたいですよね。チューン配られたら多分無理なんで、うん、ハンディアンソが入ってほしいですね。そうですね、一旦テンパ、さあこれで急ぎりですね、多分。そうですね、急ぎりで、あ、けどこれチートイツもシャンテンなんで難しいですね。あ、でも急いちゃいましたね。丸く平たく抜けましたね。さあ、これでシャンテンになりました。ただチーソーがないんで、パーソーが今現物になったんで、うん、イースチーソー入って、おお、なにこれ、これはこれこれはむずいですね。いきなりだ、イーソーを切って、チートイツ、カン、ここで勝負に出ましたね。圧かけましたね。さあ、テキサスカン。テキサスの方ではありません。はい、カンドラが何ですね。テキサスがカンにより、テキサスカン誘発ですね。はい、はい、テキサスカン誘発。テキサス相撲はまだですね。さあ、さあスーピンを引いていくローソー。そうそうそう、あ、これで、あ、あ、形は良くなりましたね。けど、なんかションパイで切りにくいと。イソ振りてるんですかね。そうですね。さあ、いや、チューン出ないですか。出ないというか、チューン、あの、配られたら出ますよ。まだ配られていない、はい、場に配られる前にロッソさん勝負をつけたいところなんですよ。どこに配られるか。さあ、ヤンス入ってほしいですね。そろそろ ね、チューンの時間がやってきそうなね。これでもパルティーナさんのとこに配られても出ますかね。どうかな。あ、シャンテン、シャンテン止まりでございます。なかなかもやもやした展開ですね。もやもやしてますね。あ、いや、すぐテンパると思ったんですけどね。そろそろ、あ、これはけどちょっとで、ね、微妙な、そうですね、微妙ですね。もうあの邪魔しないというか、うんうん、そういうのもあるかもしれない。これね、ただそうなるとね、あ、もう完全に、もう完全に行かなくなりましたね。まあ、あと1枚残ってるチューンが、これなんかえらい難しい手になりますね、ロソさんも。そうですね、パーピン切って言っても、今パーピン切れましたよね。だって、そうですね、パーピン切れたけど、このリャンウソも引けないというか残ってないって思って酸素イーソーは全然あります。はい。もうここはそうですね、感性というか、あ、イーソー酸素を切って、もう残ってるかもみたいですね。イーソー、はい。そうですね、あのチーソーを感してるんで、単野もついてるんで、サブロピン入っても闇に構えれるんで、うん、
ゴルフピン短期やったらっていう、これでチーピンが入ってサブローソー、あ、サブローピンリーチですね。サブローピンあるんちゃいます？サブローピンありますね。はい。あ、三、あ、三ピン。これロッソさん勝負決めに行きましたね。あの現物の三ピンですけど、そのままリーチ行きまして、カンしてるからでしょうね。あ、チュンとか持ってこんといて、ドキドキしてきます。チュンもね、まだ生きてるんで ね、サブローピンが 1,2,3,4 か4枚出てって、あ、6か、あ、これで追っかけてリータン2丁テキサス宝珠ですね。チュン裏マンガンの1枚ですね。これウーピン、ウーピンリーチでしたか。これでもロッソさんは嬉し上がりですね。そうですね、一旦さっきのね宝珠が帰ってきたんで、はい、一旦落ち着いたと思いますけどね。いただきさんの親です。テキサスウーピンやったら多分積もってたですね。ドラがスーピン、テキサスチュン短期、すごいですね。なんかあのコメントにテキサスが溢れてますね。トン2曲です、はい、テキサスチュン短期とか、コメント内でね、テキサスセブンズペア、チップは裏ドラと即につきますと、ヤクマンの、ヤクマンと、はい、テキサスセブンペアってちょっと思う、チートイツのことを多分セブンペアって言ってるんですよね。めっちゃかっこいいですね、これいいですね、うん、さあどうでしょう。さあテキサスは親で、これ結構いいハイパイですね。これチーピン切って丸くするか、一通は見ない。さあこれパルティードさんもね、難しい。さあリーチ、サブローピン、早いですね。これは早いですね、テキサスリーチですね。テキサス早いリーチですね、うん、テキサス酸素。さあこれで染めてたらカーネアソの天敗になってましたけど、さあどうなることやらですね。テキサスサブローピン2も押しそうですね。リーズも4丁、おお、いいとこ入りました。まあ打点は十分ですからね。はい、チーピンチーピンスポット入りますね。サブローピン山5ですね。そうですね、5枚もありますよ。まだまだもう山盛りある、山盛りありますが、さっきから山盛りの手が後半にならない。そうですね、なんかあの、ね、後半にならんと人流れ牌が出へん感じになってるので、うんうん、結構深い感じの。さあこれでどうするか。サブロスは切りにくい。何のトイツ落としか、青のトイツ落としか。でももう行くんちゃいます。おローソーさん、ローキューソーはないと。まあ、もう中筋で。もうテキサス相撲、リーズも4丁。はい。さあ、親っぱねです。お、リーズも、うん、5丁。5丁、4、5。ハネマン。ハネマン。テキサス相撲にはならず。はい。染めろっていうのが来てますね。はい。まあ、けど、何になって、要するに。ポール一息ついた顔してますね。勝負熱が逃げてますよ。これ危ないです。安心したらやっぱあかんすか、ね。ポールさんだけ名札ついてるんですよ、みたいな胸に。そうですね。こ、はい、れは持参ってことでいいんですかね。持参でしょうね。すごい気合いの入れようですね、ポールさん。ね。ああ、チートイツも見えるし、横も見えるし。お好きにどうぞっていうハイパーですね。そうですね。おお、トンがあんこになりました。染めますかね。なんかパルティードさんの上がりがちょっとね、はい、どう影響してくるかもあるんで、多分ね、本人さんもその辺分かってて、一番高めで、うん、あの綺麗に染めに来ましたね。最高系でないといかんよと。そうですね。おー、パルティードさんズボズボと入っております。さあ、ポールがシャンテン。ポールがシャンテン。さあ、あ、これちょっとね、どうなるかですね。あの手を平たくしましたね。三層はね、さあこれさすがにスーソ三層。さあ天敗。天敗。リーチ先制リーチ。でこれを受けたポールがどうなるかですね。さあポールがテンパらない。ポールはテンパらない。まだ積もらない。パルティーノさん。さあカンチーピンテンパってますよ。リースピンか。カンチーピン違うな。違いますよ。まだですよ。ピンスーピンかリアンピン入ったら。いや、カンチーピンテンパってるじゃん。テンパってる、テンパってる。あ、今カンチーピンですね。リーズも一丁。リーズも一丁。もうね、これはもう何ぼか分かんないです。1本番で2000、4000になりますね。1000、
3戦4戦です。はい、板垣さんの親が流れます。ナンバです。ロッソさん。さあ、これね、ロッソさん、ラス親がね、ポールさんというのでね、ちょっと嫌な感じはしますけど、なんとかそれまでに勝負つけたいですけどね。でも、まあ、あまり点数も離れてませんね。全然。ドラの方がチーピになります。ポールさんも今コメントで大人気ですね。そうですね。はい、リーズモテキサスドラゴーなんかあのイーハンマシにされてるバイマンじゃね。あ、ロッソさんめちゃくちゃなんかすごいような、うん、ロッソさんの手いいですね。ねえ、これいい手ですね。これはいいですね。しかもオヤだからもうバーンってリーチいくでしょうね、うん。ね、お、さあ三個できつつ、ね、さあもうほんまに何でも小ザレの手配ですね、親で。これでもヤンメン入ったらヤンメンいきますか。いやこれどうかわかんないですよね。このまんまピンズまあ4とか引いて、そのピンズに寄せていくんか、もう一撃決める感じですね。はい、まあローピンチーピンが入ったらね、多分三個で一旦テンパイ取っても全然いいと思うんですけど。リーチは行かずってことですか。いや行かん、それはね、あ、そういうこと。はい、行かんでも役があるんで。うん、さあこれで三あんこ、まあ、さあ三あんこテンパイのカピン、ヤクヤク一丁、さあ着々3あん一丁マンガンですね。これで三層とか引いた日には、花からの一丁もうあっちだ、羽マンですね。歌やくつも三あんこ一丁、おやっぱねですね。おやっぱ、おやっぱ九千オールです。すごいですね。ねえ、手がすごい速くなりますね。どん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 良くなってますね。ねえ。さあこのままロッソさんが勝負を決めてしまうのか、ポールが追い上げるのか。一本馬。ここでね、あのロッソさんに黙っぱねっていうのが入っちゃうと、うん、パルティドさん危ないかなと。そうですね。うん、ドラがいいピンでになってます。あ、親の手配はさ、トンガー、統一でいつでも仕掛けれるよと。いただきセブンさんも2つ役配が統一でいつでも仕掛けれるよと。ポ、うん、ールさん、手いいですね。いいですね。はい、さあ、親がまず仕掛けると。パルティードさんが絞らず、そのままいくと。行きますね。さあこれはちょっと微妙な EP 外したいところですけど、あのペンチ EP はね、さあこの EP をなく、はい、はい、青を絞る、みんな青を絞っております。全員青を絞っております。親の仕掛け入ってるんで怖いですね。そうですね、もうちょっとね、軽率な範囲は切れないですからね。これすぐもちょっと怖いですけど、まあ青が止まるんで、もうまっすぐ行くしかないんで、でこの青で青を重ねて、あ、縦を見ましたね。はい、数番こう見ますね。さあこれで数層を切って、はい、チートイツのシャンテンでもありメンツともいけると。いいですね、攻めに行きますね。もう一つに行きます。はい、ロッソさんは、ま、おっと、おっと、スワンコシャンプー、これでテキサス出るか。一旦パーソー、何パーソーですね。あ、うん、もうあれですね、あ、もう完全に、あ、決めに行きましたね。これね、このポンでこれ白とかスピン下げられたらって感じにはなりますけどね。テキサス、まあ、どうなるかですね。これでちょっとパーソーも打ちにくく、一旦パーソンもならなかったんですね、もう。危ない、さっき切ったんですけど、ね。でも、親のあれはちょっと、そうですね、もうけど、全部行くでしょうね。ね、もう一緒ですもんね。ねパーソン行きましたね。そして、あの親は今、短期になると。数ピン、短期。リャンピンは回避しましたね。そうですね。ただ、スピンは残り1枚。うわ、これうわ、これはやばい。うわぁ、これはいかつい、数ピン短期に。1、2、3、4、5、6、親の倍満ですね。はい、これはいかつい、これはグッときますね。ウーピンがね、あ、ウーピン切ったウーピンが帰ってきてテンパるという、もう一回そ
そうですね。スヌーピー。ロッソさん、日本馬になっております。さあ、これだいぶね、いただくさんも、あのポールさんもだいぶきついですね。ドラがチーピンです。そうですね。完全に。いやまたもやダブル飛ばすまで見えましたね。おそさんまた手早いですね。もうどうなるかですね。テキサスが追い上げるのか、そのままロッソさんが上がりきってしまうのか。さあ、ここで親の仕掛けが入る。うんうん、もう親は完全に正面に走りましたね。小さいから泣いて、ね、ダーちゃんの打牌制限して。うん、はい。うん、乗ってますね、でも。もう、主導権は親が今握ってしまってますからね。親に先動かれたらね、だいぶきついですからね。さあ、これでちょっと形が良くなっていく。はい、ヤンス泣きました。はい。さあ、これでね、もう、ヤンスは9以外引いたら転売ですから。そうですね。ティシャンは。ポールは今ちょっと受けに入りましたね。あのチートイツの受けですね、多分。さあ、ここで想像あっさり引いてしまうのか。さあ、チートイツですね。想像、あ、これでリャンパーソーになりますね。はい、リャンパーソーですね。もう親強いです。ヤンソー泣いててパーソーが2枚がれ。ヤンソーないですね。ウーパーソーしかないですね。ヤンソーない。ないですね。そうですね。ウーパーソー。パーソーも川に2枚。でもまあ、パーソー引いて、テキサスのとこに。テキサスパーソー食い取りですね。そうですね。だがしかし。だがしかし。サパルティードさんも、チャンタ、イーペイコー、ネルホン、ヤク、みたいなシャンテンですね。あ、もうこれ完全に待ってしまいました、ね。まあでもあれですね。そうですね。もうあのポールは売っちゃうと終わりなんで。ポールですか？ポールはもう売っちゃうと終わりなんで、しゃあない。泣く泣くですね。流局金。さあ、これでシャンポニトロかリャンソー分かれてるので、まあそのまんまリャンパーソー。白はあるんですか？もう白はね、あのションパイなんで出てくる牌じゃないと思ってると思うんで。ただね、白の時間が近づいてくる。じゃあ次、チストに戻ります。あ、でもいチストないけど、ね、いや、白はさすがにポンしないんじゃないですかね、わざわざ。あ、そうですね、もうこのままね。はい、あ、こっちに、ポールに行きましたね、ウーソが。昔、なんでニャンパスを積まられへんねやって思ってることですね。さあ、1回戦突破も、ニャンパスを積もっちゃうか。ポールさあちょっとずつ押し出されていかないですね。さあ高くなるからの、うん、違う。ウイズ1、2。ウソがね、あと2枚は生きてますね。はい、そうですね。お、これで一気通過が見えず。あ、もう引きそうですけどね。ウソの時間近づいてきました。どうです？いや、それはちょっとわかんない。さすがにわかんない。やめてください、はい。あ、はい。ハネマンですかね。ホーンイツ1、2、3。マンガンですね。はい。はい。休め。これ、でも8000、日本馬なんで8000オールになりますね。これ2人、また飛ばしてあります。これはきついですね。これ、ポールさん、だいぶきつくなりましたね。もう積もることもままならないんで、直取りしかできないんで。これ、本馬も大きいですよね。そうですね。一本馬1000点なので。ただ、小さ。これでも決まりますよね。そうですね。あのいかつい範囲にロストさんが打たない限り、まあ大丈夫ですね。ポールのだから追い上げ、パルティードさん上がりに行くでしょう。邪魔とか関係なしで。いや、もうじっとしてる感はもうね、あのさっきはずっとじっとしてはるんで、もう迷惑はかけないって打牌してはるんで。そうそう、もうお二人に任せます的な感じかな。
さあポールは直取りを狙うならチートイツに仕上げたいところですね。待ち配選択ができるので。さあどうする？まあチートイツを狙いつつテキサスセブンズペア。めちゃめちゃ手震えてましたよ。はい、緊張でしょうね。今ですか？今。クソーっていう。クソーの方だ。やねんと。さっきの。逆にねパルティードさんも多分親からの直取りはすると思うんですよ。はい、そうですね。はい。あチートイツもやめる。なんかみんなチートイツみたいな手ですね。そうですね。おっとここで平たく嘘を切っていく。国士ですかね。どうですか。いただきは。あ、多いですね。はい、そうですね。国士ですね。ポール夢を見るか。テキサス国土ですね。さあ、まあポールさんはこの中ちゃんぱいバラ切りで親に圧をかけていく。はい。そしてアメリカンドリームを掴むのか。さあ、チーソテンパイこれはね、ドラとはいえ、あ、まあけど。親の受けには残ってるんで、1枚目はまあ出ないですけど、まあ、でもポールさんから、まあ、これ国士おるんでシャア落とすかイーピン落とすかっていう話、まあちょっと難しいところでチートイツも見据えてのなんかな、あチートイツにはなんかシャアイーピンを引くかスーピン引くか、ここでシャアかな、はいか、そうですね、そうそうそう、そう、そう、うん、切りたくない。そうですね。もう、うん、もしもがあったらって思ってる可能性は全然ありますね。うん、もうだから、うん、もうここで受けも別に上がれなくても、さあこれで9-1ちょっとで嫌な牌。嫌だね。年敗です。年敗。ね、からパルティードさん年敗が手から離れない粘った牌。これが年敗って言うんですけど。スーさんとなってましたね。ね。チーソーが、まだチーソーは2山ですね。そうですね。さあ、チーソー積もって、さあ、このまんまもう勝負に出るか、シャーイーピン。シャーイーピンでいくか。一旦、もう何も切らないと決めて、パーピンあたりから触っていくか。どうしようかなというところですね。打ったら、あれですからね。うん、そうですね。続いちゃうんで、うん。続けたくない。できればもうここで。でもここで思いっきり取りたい。まあ、ここで上がったらね決まりなんで。ただ、ね、降りても優勝なんですよ。もし上がられたとて、打たんかったら絶対優勝なんで。行く必要はないじゃないですか。そうなんですよ。これねちょっと難しいところですね。シャアを切る、まあ、いやもうこれ触んないと思います。触んないですか。ワンチャン国士やったら嫌でしゃあないんで。あ、シャアを落としていく。でローピンにまたひっつけに行きましたね。これまだ余ってないからですかね。そうですね。おー、さあこれでサブローピン、イーピン、さあいいマッチになる。行きますかね。3ピンが枯れてる。あ、行きましたね。リーチローピン、イーピン、ローピンが、私はあとイーピンで言ってるわ。いやけどこれリーチかけんとその国士狙ってる。入れましたね。国士、そうそうですね。終わっちゃうんで、いつもチートイツいっぱいなんでね。なんかターチャにローピンをつもぎられるのをちょっと嫌がりましたね。嫌ですね。おびっくりした。おこれで、え、先輩いました。あ、シャンテですね。青と、うわこれ青九層。これ、いや、これ、ワンチャンあるっすよ。あ、青がね、あと1枚で、九層があと2枚ですか。あ、青がどうなるかですね。あ、テキサス天杯ならず。テキサス展開じゃない。いやこれね劇的な、はい、ありますよ ね展開ありえますからね。青九素さあ、さあ、惜しい。テンパりませんでした。いや力こもりますね。もうねけど押すしかないとは思うんですけどね。もう一緒ですね。あー降りるんですね。
サローピンがなくなる、うん、さあこれで E ピンもなくなって親も順からになると。はい、でこれは流局ですね。親の一人テンパイで流局ですね。青引い取ったらね、劇的なことになってましたけど、劇的な急走やったっすね。さあこれでちょっと黄色ハイがなくなる、はい、マジで嫌でしょうね。パルティドさんこれ、うーん、壁でリャンソーですね。はい、さあ一人テンパイ、ローピン、イーピンのテンパイです。テンパイで、はい、次4本場ですね。強いですね。いや積みます ね、 すごいですね。これね、まあ、もう相撲点でも効かないですからね。ポールさんの点で止まった。4000点、4本 4だから1000オールで無理なの。2人で親の点を削ると、そういう作業になると思うんですよね。協力作業。おっそさんちょっと手が落ちましたね。落ちました ね、 ねえ、この隙をついていけるのか。本当ですね。まあ、でも行かなくていいんで、ロッソさんむしろ。ポルさん花2枚抜きましたね。花花そうもうみんな解説を忘れて、はい、ちょっとゾーノンで見守ってますけど、ちょっとね、ちょっと見守ってしまいましたね。ねえ、もうドキドキしてます。うん。あ、でも、おー、ポールさんがこれでシャンメンホン、はい、本一の、まあね、後継の形です ね、 そうですね。ただ1個ないたらもう1つもね、親から降りてこないと思うんで。うん、確かにそうですね。おー、ポールさん、ポールさん、ニャンウーピー2回引いて、ね、ナンチュンでダマっていうのがね、一番現実的ですけどね。ニャンウーピーも親も欲しいんで、これでも1個出たら泣くでしょうね。いや、どうなんですか。まあ一旦形は作るんちゃいますかね。ね、ショーシャリーまで来てますね。親からのドキドキですよ、これは。あ、これ今ローピン引いたらありますよ、ポールさん。うん、ポールさんあります。ね、ショーシャリン。ああ、隣。わ、これめっちゃムズなりました。まあ、ローピン切りかな。マジ？ショーシャリーは見ない。見ない。ピン平たく。ああ、欲しかったな。さまリアンパーピン引いてなんちゅんと。ちなみに。ポールさん、すごい手が震えております。これね、泣いちゃうとね、もう出てこないんで、そうですね、だから、パルティードさんが切った牌をスルーして、リアンパピン入れて、山越しでもう一回切ってもらうみたいな。ああ、パルティードさんもチューン切らないですね、チューンなん。いかないですね、パルティードさんも。パルティードさんも死ぬ。行きたいけど行かない、うん、もうこれで決めてしまう。これでヤンパーピン固定しての、ダマですね、うん、ダマじゃないですよ、まだテンパってないです。あ、ダマにするってことですね。あ、そうです。だから1枚目泣くのか泣かのかです。まあ一旦形は作る可能性はありますけど、そうなったら絶対出てこないんで。ただ今一旦何中引いて、はい、パーピン、おっと、おっと、これ難しいですね。だここでチューン落としてて地はないよみたいなのでいいと思いますけど。青はね、出ないんで。でもチューンランも出ないですね。そうですね。うまい具合に配られ、そろそろね、けど、いけそうな。もう親も絞ってますしね。いや、このままテンパイ量で削っていかれるとね、全然可能性ありますからね。そう、テンパラない。ない。はい。ポールさん、テンパラない。親もシャンテンになる。親の方が早いかもしれないですよ、ワンちゃん。いや、パーピンがね、もう、ない。全然残ってないんですね。そうですね、ウーピンもない。さあ、なんか出た、親から。なんか出た。ポンして、ヤンパーピン。親から出ちゃいました。ヤンパーピン入って。出たらっていう話ですね。たらればになっちゃいますけど。ああ、そうですね。出るんですね。これで積もったときどうするかですよね。うん。うん。なんでリャンパーピン出るんですね。リャンパーピン。いや、違う。なん。
もうあの決めに行ってる恐れがありますね。親に、親が。親が。今、老朽ピン転売ですから。うんうん、うん。親は老朽ピン転売。ああ、じゃあまあまあまあ、けどこれ危なそう。ああ、上手。あ、老朽ピン振り点ですね。あ、ほんまですね。ごめんなさい。向こう見てました。老朽ピン振り点。そうか、ロケットフリットのじりじりした展開で4金もなくなっちゃいましたね、はい、親がまた継続ですね。そうですね、じり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 と、まあでも条件は一緒ですね。そうですね、5本場です、なかなか。そうですね、ね、ドラが小さロッソさんの親5本場です。5本場ってすごいですね。すごいですよ。すごいですね。じゃあ積んでますね。積み積みですよ。さあ、テキサスさんがどうなってるのかな、今。これどれが映ってるの？これですね。あ、なんかここに来て皆さん手が遅いですね、多分、はい、みんなバラバラで。ポールさん染めに行きましたね。そうですね、うん、親も全然親は、ね、みんなでもいいって言っちゃいます。親結構その先から戦う姿勢を、そうですね、出してるんで負けへんと、はい、うんうん、パルディードさんもいい手ですね。みんないい手です。今回はサパルディードさん何層が入る。伸びていく。また字がねネックになってきちゃいますので、チートまで見ても見ない、パルティーさん。お、これで照射輪いいシャンテン。これで直取りを狙いたいところ。おー、パルティードさんも。パルティードさんもすごい手に育ってきましたね。これでも中落としていくですね。中落としていきますね。そうですね。数値1層、2層、9層。すごい手対、すごい手。9層あれ出たら泣きますね、多分。もう泣きますね。どうなるかですね。9層とか2層入ってる。さあ、転売。勝者に転売ました。これ、どっち取るかですね。ローピン取ったら、親からは、あ、もうどっちでもちょっときついですね、一旦。リアンピン取りますかね。どうなんですかね。これはもうね、本人の感覚。ツーピンさん負けてますかね。とは思うんですけど。リアンピンが山に行きましたね。リーチ行きましたね。たねはい、で叩かれる。で、この急速に反応するドミノ爆破ですね、これは。すごい。急速する。さすがです。お、これで大車輪もいい車輪にしていく。お、すごいっす。これけど2枚目の急走は我慢できるか。できない。さすがに。できない。でない。ない。泣かない。ない。すごいな。邪魔はしないっていう感じですね。で、大車輪になった時だけ上がろうっていう感じなのかもしれないですね。あ、でも、あ、大車輪いかへんかな。すごいな。リャンピン。リャンピンな。リャンピンあと2枚。おお、すごいってやな。再び復活。ああ、もう邪魔はしないんですね。私絶対行ってまおう。リャンピンは、リャンピンは1枚おるんですね。ああ、行かないですね。これ売って出すもんね。うん。これ泣いてたら親にリャンピン回、あ、違う。積もられ、積もってますね。ポール積もでした。ポール積も。ポール積もですね。ってことはリャンピン1枚ですか、あと。そうですね。1、2、3。
あと1枚ですね。ボール雲が始まるわけですね。さあこれで親がちょっとどうしようかなと。あー、キューピン。うわー、これ親もちょっと難しいですね。切る範囲ないですね。そうですね、はい、ローピンの壁とかもなんかもう全部が全部嫌でしょうね、多分。キューピン、これでもすごいな、ローピンでも上がってないですね。でもそうですね、ローピン叩かれてるんで、うわぁ、すごいな、これほんま嫌だな、こういうのすごい手すぎる、上がりたかったのに。そうだね、ね、リアンピン来てますもんね。ね、マージャンの面白いとこですね。ねえ、本当に。うん、もう何も行かないですね。行かない。無理ですね。ポールさん無理かもしれないですね。もう。親もけどまだ諦めてますね。これウーパーピン出たら泣くんですかね。泣きそうですけどね。もう親は。もう早く終わらしたいでしょう。そうですね。リアンピンがまだ生きてる。あ、でも流れますね、これは。まだ、あと一回ツモがある。さあ、最後のツモ。リアンピンならず、9ピン。はい、流れましたね。はい。さあ、ここで親がやっと移動して、これで親、あ、ちゃうわ、また、え？ナンバなんで。あ、そういうこと、ね。6本馬。すごいですね。本馬。6本馬です。じりじりと。いや。すごいですよ。ドラがリャンピンです。すごいですね。すごいですね。すごい戦い。セイトブという。リーチデンデンで2人とも終わってしまうという。すごいですよ、これは。いや、対局室の中の熱気がすごいことになってそう。熱ないですか？熱い。ここもなかなかね、あったかいけど。うん、気がすごい。トンアンコ、さあこれでトンアンコになってある程度自由にもう闇でもいけるよと。そうですね。さあこれでポールさんも若干手が自由に。うん。花からの。シャアがねちょっともちもちなんかネックかなと。ああそうですね。そうですね。さあ、うん、まあまあもうだって親も終わらしたいでしょう。うん、もうええと。うん、何があるかわかんないですからね、ほんまに。親はもう決め切ってしまいたいと思いますけどね。そうですね。はい、これは消せば。何切るか。さあ。いいそう。今、いいそうですね。いいそう。押しかけない構えかな。あれはことですね。そうですね。さあ、チートイツ、さあ、チートイツに行く、直取りを狙う。うん、さあ、じりじりした展開。これで染めも視野に入ってますね。どうする？チートイツポテ。リャンピン来ても染めに行く。だけど親もいいシャンテン。これ、リャンピン触らんと危ない。ああ。うん。そうですね。ポールさん、これ、ね、リャンピン、また痛い、早い段階で触らないと論破になりますから、これ危ないですね。これ危ない。耐え。危ないですよ。ドキドキですよ。そうですね。ポールさん、ドキドキです。いやー、もう見てて、ハラハラ。これでも、ポールさん、まだリーチ。お
そうですね、あのリャンピンをね、暗号かくれ暗号で使うとはまた話変わってきてたんですけどね、はい、今もうリャンピンが3枚出ちゃったんで、うん、はい、さあ、天杯、青と白、青と白、青か白は、青と白は、はい、青1枚の白2枚ありますね。さあ、青と白がどうなるか、青と白の時間がやってきますか。いや、まだちょっとまだそんな時間じゃない、わかんないんですよね。あの、魔境が歪んでますからね。あの、一人はあの丁寧に上がってない、邪魔しないまでは。ああ、そうですよね、はい。普通の感じじゃないですもんね。そう、本来。上がってるとこですからね、何回も。そうそう、そうそう、で何回も上がってるね。さあ、これで G を持ってきた。おっ、さあ、これで天杯、サブロー、キューソン。いきそうですね、これは。リーチ、リーチ行って、リーチ行って、リーチを誘発して。あ、そうですね。あ、あの、フリッテンなんで、キューソン。フリッテン。あ、どこか前に。はい。まあ、じゃあ闇で、サブロー、キューソンを選択。フリッテンなので、フリッテンも上がれますよ、ツモは。ツモ、フリッテン大丈夫かな、これ。上がりきりましたね。おぉ、すごいな。ツモトン、一本場。ツモトン、一本場。9オール。さっ、3は9オール。はい。ダブル飛ばしになります。はい。すごい。ダブル飛ばし、ダブル飛ばし。すごいですね。ねえ、この曲、皆さん粘りましたけどね、だいぶ。そうですね。ついに、ね、予選通過して、ちょっとこう、笑みがこぼれちゃいましたね。はい。で、ポールさん、どうですか？ポールさんはあの日本語ちゃんと分かってない。そうですね。あ、パルティーノさんが丁寧やったですね。そうですね。パルティーノさんが多分一番辛いというか。そうですよね。邪魔しないっていうのはめっちゃ難しい。何回も上がってましたからね。うん、やっと終わったという感じなのかもしれません。なんか6本場ですからね。しんどいですよ。誰にも迷惑かけへんだ。はい、6曲続けるってめっちゃしんどいですからね。ちょっと次の何曲がちょ押しますね。2時10分からなのって、はい。はい。はい。また読みます。はい。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、すごかったですね。すごかったです。お疲れ様です。お疲れ様です。そうですね、ちょっと、はい、じゃあちょっとあの今早速なんですがちょっと呼ばせていただきましょうか、はい、じゃあロッソさん、ロッソさんお願いします。ロッソさんお願いします。お疲れ様でした。お疲れ様でーす。いや、すごかったです。すごかったです。すごかったです。粘りの六本場。いや、もうほんまに手作るのが疲れました。第三弦のところですね。そうですね。あそこからバンバンって。そうそうそう。すごかったですね。一気にプラスになった感じ。そうですね。はい、最後も。イケイケやったですね。結局はもう折りもせず一気切るという、はい、そうですね。なんかもうできるだけまあ振り込まんようにだけ気をつけてたんで、はいはいはい、危ない灰だけ止めて、そうですね、あとはもう息切るところは息切ろうと思う、はい、もう振っても仕方ないと思うんで、そう、正直展望はあるんで、ダン、ね、トツトップだと思います。そうだ、はい、まだ休憩なのですが、はい、結果の方はちょっと待ちください、はい、お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあいただきセブンさんお願いします。ポールさん、英語、英語でお疲れ様でした。お疲れ様でした。どうでした？もう下手くそでした。いやでも以上です。かなり見せてくれましたね。うーん、まあ、うん、こんなもんです。僕のレベルは。いやーでも、はい、なんかもう熱くなりましたね。すごい点も、ね、移動もすごかったし、六本場ですからね。ね、最後疲れましたね。いやもうトリプルゾーンだけ狙いました、最後のリャンピン。はい、そうですね。リャンピンね、ロピンでもランピンでもやつですもんね。まあ、はい、頑張っていきます。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様でした。ありがとうございました。
ましてパルティードさん。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最後苦しかったですね。いやもう座ってただけ。でもパルティードさんが丁寧だから、うん、あんな感じになったんですけど、うん、もう何回曲がってたのね。もう、うん、邪魔しないようにっていう、うん、そうですよね。絶対しんどいわ。あれはしんどかったよ。六本歯は長いですね。六本歯までかなり長かったです ね、 ねもうロッソさんがやっぱ強かったですね。ロッソさんの親があの大三元もなかなかね、うんうん、聞いた。こっちはすごい盛り上がりますね、はい、いろいろ。お疲れ様でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、はい、そこが出ましたので発表させていただきます。はい、3位パルティードさんマイナス277、2位いただきセブンさんプラス5、1位ロッソさんプラス172ということで、ロッソさんの勝ち上がりになりました。おめでとうございます。続きまして1回戦2組の対局となります。はい、対局準備がありますのでしばらくこちらをご覧になってお待ちください。はい。